皆さんこんにちは、ペソでございます。ファミサ DS2009 でやっていきたいと思います。では30戦目ですね。スワローズとの何回戦になるんだ。ピッチャーはまあリーソップさんでいいんで、セカンドなあれ、セカンド守れんかったっけ。あ、いけるね。で、ここ今岡さん使おう。こんな感じだね。あれ走ってた。なんで。もったいないことしたね。シングルでええのにね。似合うんだ。はい、ナイスヒット。おお、抜けた。ドームで入るんだ、すげえ。あー、初球ね、抜けちゃいましたね。あー、ファーストライン、ファーストゴロね。あー、しかしもう早くも5点取っちゃいましたね。タイガースは9番ピッチャーリーソップさん。おー、これも宇宙観。ボールダメだね、完全に。あー、ね、間に合った。伸びない。アライさん。あれ、タイミング合ってない。はい、2回の表は1点止まりでしたね。あー、しまった。8位と打たれちゃった。
おいおいおい、なんでやねん。セーフか。はい、ということで、1点返されちゃいましたね。これは鋭い打球、レフトの後ろ、間に合わんな。あ、ピッチャー変えてきました。引っ張った。これはもうライトの横抜ける。あ、ファーストランナーいけてたね。
これはしょうがない。ここまで投げないとね、勝ち投手ないからね、どうしても。抑えてくれましたね。これで勝ち投手と権利を得ましたので、6回からピッチャー交代になります。惜しいな。流そうとしてるガードしてもちょっと、あ、上げちゃった。でございます、誰行こう。6回やからね、のみさんで行きましょう。はい、代打。誰にしようかな。バルさんで行こうか。これは切れる。パッター、左中間。正面に行っちゃう。
はい、スワローズのラッキーセブンですね。ここは7回なんで、あっちソンさんから。何人にまだ無視してん。素晴らしい。ヒットですね。あやー、危ない危ない。素晴らしかったですね。はい、ということで、7回コールドでした。今回あまり走らんかったね。あ、レベルマックスになった桜井さんが。デッキの調整しましょう。次回また、次はどこだ。あ、巨人戦ですね。阪神巨人戦になりますね。お楽しみにしておいてください。ごめんなさい。これで、6戦ずつね、終わった形になりますね。まだまだ先長いですね。残り100戦となっております。お付き合いいただければと思います。ではありがとうございました。皆様さよなら。